持ってんじゃないかな。うわ外れそう。惜しかった。はい、釣れました。まさかの港登場です。はい、こんにちは、村岡正則です。今日はですね、翡翠湖にやってきてます。で、デイゲームなんですけど、初めて来たポイントに入ってみたいと思います。小さいワンドっぽいから思わず車止めちゃったんだけど、水の動きもなさそうだし、メインポイントじゃないかもしれないけど、いろいろ動きながらやってみたいと思います。で、タックルですね。タックルはハイローラー、アピアのハイローラー 103mm に、ダイワのエグジスト、4000番ですね。それから、また昨日までの釣りでもうラインが傷んでおります。ここでリーダー20ポンド P が1号ですね。そんな感じでやっていきます。風は右から左、潮は分かりません。全く動いてないね。今ねライン結び変えてて気づいたんですけど、15センチぐらいのイナコとそれから10センチぐらいのあれがいますね。サヨリがいました。結構いたんでブラザミ90で一発で繊細に入ってみようかと思います。なんか大きなプラグ投げても釣れそうなフィールドだなと思って車止めたんですけど、昨日までテレビジョンさんのロケやっておりまして、もう体ボロボロで毎日夜明け前からやって、釣りの方は結構調子良かったんで釣りの時間は短かったんですけど、ちょうどですね書類仕事とかもあったりで、ホテルの部屋いる時間長かったんですが、もうずっと電話とノートパソコンでエクセルとかやってて、非常に不規則なまとまって寝られない時間が続いてたんで疲労困憊だったんですけど、まあそういう予定になるだろうと思ってたので、昨日はあれは宍道湖の付け根に辺にある温泉街みたいなところにホテルを取って、まあ、ビジネスホテルにちょっと温泉ついたようなとこ取ったんですけど、まあ、そこがねすごい良くて、まあ、いい温泉と立派なサウナがあって、サウナにも入ったりして、で夜ちょっと居酒屋、その温泉街が少し繁華街みたいになってたんでちょっとご飯食べてビール一杯だけ飲んでお腹いっぱいになったら、まあ猛烈に眠くなってきて、そうだった俺は寝不足だったんだと思い出して、それでホテル部屋戻って寝ました。で多分ね7時間半ぐらい、なかなか50歳ぐらいになると7時間寝るって難しいんですけど、体が落ちちゃうっていうのかな、まあ、他の人は知らないけど自分はすぐ落ちちゃうんですよね。なんで久々にしっかり寝て元気いっぱいで朝ホテルをチェックアウトしてきました。朝もう一回ねお風呂とサウナ入ってめちゃくちゃ心身ともにリフレッシュ状態ですね。で帰りの飛行機までもうちょいあるんで、ちょっと近くの湖来てみたって感じで、今12時なんであと2時間ぐらいですけど、ちょっとやってみようと思います。おお、うわ激しく動いたな。このゴロタは足腰の一番いい訓練になりますよね。ちょっと怪我しそうですけどね。村越正海さんがやっぱり冬場真鶴のね G 層にガンガン行って1年分の足腰を鍛えるんだって、何度かそこもね行ったことあるんですけど、そこはねここの日じゃないぐらい石が真鶴の底は全部浮いてるんですよ、石が。で乗るためにバランス崩れるんで、まあ転びそうだし危ないんですけど、まあそこで1年分のね足腰とバランス感覚を鍛えてるなんて昔エッセイで書かれてて、自分もまあ釣り場行くとそれが頭にあるんで、ちょっとこういうとこを好んで入って、で普通に行けばカッタリーナめんどくせえなと思うわけですけど、訓練トレーニングとしてね入るようにしてます。ソフトソフト、バイブレーションかな、ちょっとシャットテールで若干右から左に流れがありますかね。だから右向いてそうですね。はい、ジョルバー買います。トレーシー 15g の方でオールゴールドで金キラキラ、あ、意外と水深あるんだ。3メーター前後ありましたね。惜しかった。出ました。よっしゃ、幸先いいじゃん。はい、釣れました。40センチぐらい、嬉しい。15の 早引きでした。やっぱ一回沈めるのが肝ですよね。しっかり沈めてそこ取って、そこが3メーターぐらいあるんで、それを取ってからゆるゆると
まあ、中高速ぐらいで入ってきたらゴンという感じのね、ゴンでした。バイバイ。5分ほどで引き釣れました。また頑張ります。もう食ったのは5メーターぐらい手前でしたね、その辺で。あのジャーキングとか、まあ、どんな釣りでもそうですね、流れに乗っけて、まあ、釣り以外のこういう止水器でねやるとき、あの意識したいのは、あの直角方向のキャスト あんまり釣れないってことですね。で、例えばジャーキングなんかも沖から直角に岸に向かって逃げてる魚がいたとして、魚が追尾してきて、でそこで右左にこう飛んだとこで浅い方に逃げようとはしてないですよね。結局普通のフィッシュイーターに追われてるベイトっていうのは、とにかく浅いとこ、それから水面の上とか、こういう物陰とか、まあ、逃げ込む場所に逃げ込もうとして追われてるんですね。でフィッシュイーターが近づいてくると急に向き変えたりするので、ダートアクションとかね、ワインドとか効くわけですが、その時やっぱ岸と平行に引いてきて後ろで追わせた方が、その後のターンターンっていうターンで、どっちか一回は浅い方にね、こっち側に逃げ込むようなターンになる時にスイッチが入るんで、意識するとそれだけでだいぶ効果が変わるんじゃないかと思います。だから緩急つけるとか、そういうのも全部こう速さですかね、速さ。先週ですね、あの俳優の中尾明良さんと釣り行って相沢連合なんて遊んでたんですけど、ああなるほどなと思ったら、まあ俳優だからってわけじゃないんですけど、ガボッツ使ってもらってて、ガボッツにバーって70ぐらいが出るんですよ。そしたら乗らないんですけど、心の底から危ねえって言ってるんですよね。だからもう完全にこう小魚の気持ちになってたらそういうことじゃないですか。釣り人の気持ちだと、あーなんだか惜しいだけど、俳優ってすごいなと思ったら、ガボッツになりきってるんですよね。こうでガボッツが演じたいのは小魚なわけなんで、ガボッツって自分も避けながら2、3回おっしゃってましたね。すげえなと思って、その感覚大事なんですよ。だからダートアクションとか、基本的にこうパターンフィッシングの時代になって、動画でなんとかパターンとか、こうやって動かすと釣れるよとか、リフトアンドホールにしても何にしても、別にその動かし方が釣れるんじゃなくて、その動かし方がその現場で一番そこにいる小魚がやってる動き方、最終的には逃げ方になってるから食うんですよね。だからどんなルアーも引いてアクションチェックするときに、ローリング幅がどうとか、オブリングがどうとか、そういう風に捉えちゃう人すごい多いんですけど、めちゃくちゃ上手い人はみんな小魚っぽいかどうか、もしくはその自分が動かす中で小魚っぽく動かせるかどうか、例えばペンシルとか、うわ魚っぽいなっていう動きをさせられるかどうかがすごい大事なんで、ちょっと意識してやってみてください。今上昇させたら食えましたね。駆け上がりで上に向けて、竿上に立てて、軌道上に上げたら追ってんじゃないかな。あ、外れそう。外れた。今みたいな感じでこうヒューッと上に向ける、それを竿でやるのもありですね。自然になりますけどね、絶対人間が水面上で巻いてる以上は。あの駆け上がりが遠いときは竿を使って軌道を上げてあげる。 あと今右から左に風が吹いてて、この潮の流れも若干右から左なんですよね。だから魚はこっち向いてるんですよ。でこっち向いてるから、後ろから追い抜いていくベイト、もしくは自分の左後方から右前方に逃げていくベイトにした方が魚は食います。で逆に例えばこっち投げると、魚から見ると自分に向かってきて後ろに泳ぎ去るベイトになるんですけど、よっぽど活性高いところなんかでゆっくりだったら意外と向き変えて追ってきたりしますけど、けどこういう速い釣りなんかだと、むしろ近づいてきてる段階で捕食モードっていうよりはなんか警戒しちゃってて逃げちゃったり、見てるんですけど、おおなんか行っちゃったぞってぐらいで反応しないっていうのが多いですかね。はい、じゃあナレージに変えます。6号ですね。ピンクチャートクリア。立てて、危ない。ああ足腰はまだまだ疲れが足腰がブラブラしてます。ああ疲れてんな。疲れてるけど何もしないんだったら釣り場にいたい人ですかね。で疲れない釣りをしたいんですけど、昨日もねあわよくば夜中起きて、起きたら行こうかなと思ったんだけど、ぐっすり寝たんで行かなかったんですけど、夜のこの辺の川とかね、あんまりやったことないんでやってみたいなって思ってますね。こんななってんだ。す
で、まさかの港登場です。懐かしいな、もう東京ってこういうとこほとんどダメになっちゃったんですよね。なくなっちゃったりダメになっちゃったりで、魚も減ったし、いいですね。ああ、食った。これで来ましたが、乗らず。ビビった。うわぁ、ゴンと来ました。なんか早いか、ワンアクション入んないと食わないですね。こんだけ広大なフィールドで、こんなにアングラーもいないと思いきや、結構やっぱりそれなりいるんでしょうね。ルアーを見たことがないスズキはいないってぐらいは釣れてそうですよね。まあとなると反応させに行った方がいいか。本当にね、海の奥からその浅瀬にね入ってきたばっかりとかのルアーを生まれて見たこともないスズキなんかは、まあやっぱりこう地方のアングラーも少ない、ちょっとした小さい川だったり漁港だったりサーフに現れるんですけど、ベイトとともにね、まあもう何にだって反応してくるし、一番釣ってくる楽しいんですけど、そうじゃない、まあ、シーバスゲームが盛んなエリアだと、まあ、そういったシーバスは少なくて、まあやっぱりねこうジャーキングとか、あとさらに見たことないだろうなってアクションとかルアーとか、だからでかい方もそうですよね、でかいルアーにするとかもしないとなかなか口つかなくて、でも最近はそれも一通り普及してきたんで一周しないかなって思ってるんですけど、自分の経験値では3周ぐらいしてるのかな。ブレードが突然良くなったり、波動が強いのが良くなったり、この波動が弱いのが良くなったり、で今の時代全部揃ってるんでなかなか極端じゃなくなっちゃいましたけどね。うまくないこれ、消波ブロックなのに足場がいい。しかも消波ブロックギバ打てる、風当たってる人がめっちゃ良さそうですね。はい、ラザミンに変えます。このワンドの中で行ってみたいと思います。これ風表のエリアのワンド上の地形は一般っていうのかな、ベイトが入るんですよね。でそれを追って今入って、でかつ人間がこういう風下側に投げるような立ち位置が取りやすいんで、岬レベルでそういうとこも意識してるし、釣り場でも立ち位置的な話でも意識してますね。断然やりやすくて出しやすい。で風表のエリアの方が、まあ、ここなんか多分そんなに水が動くとこじゃないので、風で動く水の力っていうのがそれなりにね有効なんですよね。だから風で動いてベイトが動いてシーバスが動いて釣れる釣れないになりやすいので、なりやすいんじゃないかっていう仮説でやるって感じですね。そうとは限らないんですけど、ダメだ、リーダーが太い、ヒトリーダーが太すぎてラザミンの動きが悪いけど、25ポンドなんですよね。16ポンドぐらいじゃないとラザミンは綺麗にターンをしないですね。なんだっけな、最近ラザミンでバクってた人いたな。あ、アズアズだ、アズアズが、あ、違う、それ俺のチャンネルだ、俺のチャンネルのロケでアズアズがラザミンでもう超バクしてますんで、どこかの動画で出てきます、お楽しみに。ちょっと繊細な釣りはタックルが合ってないね。ちょっと戻します。はい、じゃあトレシ 15g、 先ほどから当たってるやつですね。今1時なんでどんぐらいできるのかなと。空港があれですね、出雲空港かな、だから結構遠い気がしてきた。ダメですね、リールがとうとうこの秋のハイシーズンで終わりましたね。2月から使ってるやつだから、まあ、P1 号なんで一番出撃回数が多いんですよね。もうボートでも被るし、まあ、今回のちょっとサーフでとどめ食らいましたかね。ラインローラーがスカスカなっちゃってるんだと思うんですけど、まあ、昔に比べたら随分長持ちするようになりました。だから P1.5 とかそんなに出てこない、よっぽどハードな釣りするときに出てくる番手のリールなんかはモデルチェンジするまで一回もメンチしないでもいいぐらいなんですけど、まあ、P15 と08はやっぱりもう毎週とか週何度もリリースしますからね、まあ、1年持たずにメンテ期かなっていう。でもラインローラーだけですね、もう巻き心地なんか全然平気なんで、これぐらいの範囲の水面だけちょっと変なんですけど、風でできた水面のねさざ波に逆らうように波が別でこう立って、反対には行ってないけど止まってる波が立ってるんですよね。でこれ逆波の赤ちゃんみたいな波なんですけど、これができる下は浅いか岩があるとか、あとは海藻が生えてるとか、そういった場所ですね。で他にないポットある場合はそれが海藻帯だったり、まあ、ちょっと岬っぽくもなってるかな。だからちょっと馬の背全体右と左に比べて1メーターぐらい浅い盛り上がってる地形だったりすると出てくるんで、まあ、もちろんねスズキがつきやすい地形ですね。わずかな変化もしっかり見つけて打っていく。
そういう目でね。ああ、ここのブロック対しノーバイトでしたね。あっちで3ヒットで何が違うんだろうな。この際についてるのかな。いや、確か2ヒット目はこっちでしたからね。はい、ブロイに変えたいと思います。ブロイのですね 140S ですね。こいつでいきます。さっき3本目かけたと思うかな、ここは。はい、ちょっと移動してきました。あと10分ほどです。頑張ります。微妙に立てないし、上からやるにはちょっと不安な地形ですね。さっきまでやってたのそこです。意外と深いんだよな。3メーターぐらいあるからね。ちょうど風表になりつつあるエリアだから、穴がつく要素はありそうだけど。バイブレーションかな。でもちょっとここは取られちゃうな。バイブレーション、トップで誘い出してみますか。ホッパーとガチペン、ガチペンかな。ガチペン130でいきます。潮目がこんな感じで、ドッグウォーキング、緩めのドッグウォーキングがあってそうですね。イナコはね、多分どこにでもいる魚なので、この辺だったら何かしらそういうのを狙ってるね。ですから、もう沖の海藻帯2、3あるんで、この辺なんかでぼーっとしてる、日中寝てるスズキがねいれば、ホップはありだと思います。このロケ中に51歳の誕生日を迎えまして、なんかいつになくめちゃくちゃお祝いされました。去年よりお祝いされたような気がしますね。まあリアルにもそうだし、 SNS 上でも。おそらく今回ロケ中でちょっと休憩時間も長かったので、全部リアクションできたと思うんですけど、すごい数いただきまして本当ありがとうございます。まあ考え方は変わらず、この1年も全力で頑張る次第かなと。もう後ろからね、数えた方がいろいろ計算が立つ年になりましたんで、やれることは全部やっていきたいなと思ってます。去年のね、9月10月のね、病気絡みの一件で考え方180度、180度じゃないの、もともとそうだったんだけど、ブレーキする要素を残してたんですよね、自分でもコントロールで。それはやっぱり暴走したり、傍から見たら放慢経営の最たるとこになったり、いろんな要素がネガティブな悪い方も出かねないので、自分なりには確率の高い安定的な経営スタイルで20何年、ね、ずっと会社経営やってきたんで、でもなんかそういうのももういいかなと。幸いなことに同世代の社員は数人しかいなくて、あとは若いんですよ。で、若いのはまあ会社潰れたらそれは嫌だろうけど、人生どうにでもなるんで、まあ、知らないといい意味で知らんぞって思って、彼らの老後まで責任を持たなくてもいいかなと逆に開き直りまして、同世代の社員だけはどうにかできるかなって自信もあるんで、めちゃくちゃチャレンジしてやろうって思ったんですね。で、春からまあ本当にチャレンジの日々で、僕も充実してました。一番のチャレンジはやっぱり3000坪近い土地を買ったことじゃないですかね。今までの考え方だったら、いやさすがに荷が重いかなってやらなかったと思うんですけど、こんな土地が多分自分が生きてる間でも出るかって言ったら出ないだろうなって、まあ、自分も地の利が多少あるエリアだったんで、こんな土地二度とないぞと思ったので買いましたね。で、それを使ってちゃんと事業性ある何かにしていく、行かなきゃいけないんですけど、まあ、そういうのもそれをねする確信、どれぐらいなんですかって言われたらめっちゃないんですよ。だけどチャレンジしたいと思ったんで買ったって感じで、前は7割勝てると思ったらチャレンジ、5割と思ったらチャレンジするけども、すぐとりあえず威嚇射撃みたいなもんですね。威嚇攻撃、撤退する準備して出るみたいなね、そんな感じで、3割だったらやらないみたいな感じだったんだけど、もうね3割だったんですけど、もういけみたいな、3割で全力チャレンジだなって思ってやってます。だからうまくいくかいかないか、未だに自分の中では五分五分以下なんですけど、でもそれをねちゃんとやりきってみせるし、これさっそりいけるのかな、行ってみますか。あー風強くなってきた。これは何風だ。太陽こっちだから南風。釣れそうだけどな、風強くてガチペンじゃ動かせない。もうなんか急に強くなってきた。まあそんなわけでね、51歳と2日目なんですけど、まあ、今日は移動日ってことで、まあでもちょっと釣りできたし、夜帰って片付けして明日からのロケの準備して、今回ね効率良かったです。この潮回り悪い小潮流し潮回りを鳥取のねサーフロケって形で回せたんで、それまでの大潮流しをほぼ毎日フィールドで
いろんなねテストしたりロケしたりしてすごい取れ高も取れてて、土曜日からまたね潮がどんどん動き出すんで、また毎日ロケなんですけど、うまくいくといいですね。さあ、じゃあそろそろ終わりにしましょう。何編、誕生日過ぎましてボソボソ喋りました編終わります。お疲れ様でした。